私の誕生日をお祝いしてくれてありがとう。ケーキを食べる前に一つだけ質問してもいいかしら。おお、構わないけど、急に改まってどうしたんだい？ずいぶん真剣な様子じゃないか。いや、あのね、テーブルの下に未使用のろうそくが大量に袋詰めしてあるんだけど、これは何？ああ、美月の年の数だけろうそくを買ったつもりが、いざ実際の年齢を確認してみたら思ったより余ってしまって。部長、あんたたそうストップ！その説明は正しいけどまずいですぞ。女なのに乙女心わかってなさすぎ。へえ、そう、ずいぶん余ったわね。一体あなたたちには私が何歳に見えているのかしら。クスクス、安心してください。少なくともろうそくの数よりはずっと若々しく見えていますわ。これでいいかしら。普段もカルテにスケッチを描く機会はあるけれど、絵筆を使ってしっかりと描くのはなかなか大変ね。でも楽しいお仕事ですぞ。できればもう少し魔法少女チックな要素を付け足せたらとは思ったけど。いや、どうせ付け足すのならば、この疾風のヘカーテがいかにして呪われし運命を克服していったか、その神話がわかるような壁画を。いいえ、運命の物語を書くなら、私とあなた様との出会いから今までを書いた方が素敵ですわよね。クスクス。この作業も長くやってきたってのに、結局考えてることはバラバラだね。それでもうまいこと回っていくのがうちのギルドの良さなんだけどさ。